ご覧いただいているのは、日本航空の旅客機と海上保安庁の航空機が衝突した事故から一夜が明けた現場上空からの様子です。画面中央に映し出されているのは、昨夜、炎上した日本航空機の機体です。この航空機には乗客・乗員379人が乗っていたとのことですが、全員脱出し、14人がけがをしたということです。 機体の大部分が破損し、原型をとどめていないことがわかります。昨日、羽田空港の滑走路に着陸しようとした日本航空機と海上保安庁の航空機が衝突し、海上保安庁の機体に搭乗していた5人が死亡しました。衝突したのは、新千歳空港発羽田空港行きの JAL516 便と羽田空港基地に所属する海上保安庁の航空機です。 現在ご覧いただいているのは、日本航空の旅客機と海上保安庁の航空機が衝突した事故から、一夜が明けた現場上空からの映像です。現在、画面に映し出されているのは、昨夜炎上した日本航空機の機体です。翼の部分に日の丸のマークが見えるのはわかりますが、機体の大部分は黒く焼け焦げてしまっていることから、 衝突の大きさの影響がよくわかりますこちらの日本航空機には乗客乗員379人が乗っていたとのことですが全員脱出し14人が怪我をしたということです羽田空港での日本航空機と海上保安庁の航空機の衝突事故を受け 日光機ののの製造元のエアバスが専門家チームを派遣し、しし事故の調査に協力すると発表しました。ヨーロッパの航空機大手、エアバスは2日羽田空港での日航機と海上保安庁の航空機の衝突事故を受け日本の運輸安全委員会などへの技術支援を行うために専門家チームを派遣すると明らかにしました。 また、事故が起きた。日航機の機体は、エアバス A－ 三百五十型機で、二千二十一年十一月十日にエアバスから日本航空に引き渡され、イギリスのロールス・ロイス社製のエンジンを搭載していたということです。エアバスは、事故の犠牲者に哀悼の意を示すとともに、新たな情報の公開が可能になり次第、明らかにしていくとしています。